こんにちは、知りたがりロブです。皆さんは胸竹桃という植物をご存知でしょうか？胸竹桃は日本国内にも生息している強力な毒性を持った有毒植物で、この毒性によって実際に事故が起きたりしています。今回はそんな胸竹桃の気になるところをまとめてみます。では早速知っていきましょう。1つ目、特徴と分布。胸竹桃は常緑樹で、1年を通して緑の葉を見ることができます。高さは2メートルから6メートルと場所や環境によって差があり、花は熱帯地域ではほとんど1年中咲いていて、日本では夏季の6月から9月頃に開花します。花の色は淡い紅色が多く、他には濃い紅色や黄色や白などの園芸品種が存在しています。暑さや乾燥、さらには大気汚染に強い耐性があり、もともとはインドが原産とされていますが、現在は亜熱帯および熱帯地域を中心に日本も含めた世界中に植えられていて、日本へは中国を経て江戸時代中期に渡来したと言われています。葉が竹に似ていることや花が桃に似ていることから、中国名が胸竹桃という字になっていて、この漢名を音読みにしたのが語源とされています。では特徴と分布が分かったところで、2つ目、毒性と人との関わり。胸竹桃は優れた園芸植物ですが、危険な強い毒性を持っています。花、葉、枝、根、果実のすべてと周辺の土壌にも毒性があり、燃やした煙にも毒ガスのように毒性が含まれます。歴史的に有毒植物と言われてきましたが、苦味があるため人間やほとんどの動物の口には合わず、中毒事件を起こすことは稀とされています。実際に多めに摂取すると、嘔吐、四肢の脱力、倦怠感、下痢、めまい、腹痛などの中毒症状が出ます。樹液にも毒性があるため、この樹液に長時間接触すると皮膚の炎症を起こす可能性もあります。日本では1877年の西南戦争時に、官軍の兵が枝を折って橋代わりにして中毒を起こしたり、フランスでは枝を串焼きの串に利用して死亡者が出た例があったり、近年では2017年に香川県の小学校に植えられた胸竹桃の葉を3枚から5枚食べた2年生の2人が吐き気などの中毒症状を起こし入院した例もあります。毒性に関しての危険な面がある一方で、乾燥や大気汚染に強い特性があるため、工業地帯や市街地の緑化に利用されたり、胸竹桃の毒性は強心剤や利尿剤、麻酔などに使われたりします。以上が胸竹桃の気になるところだけまとめとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。